なんだか強いお酒を飲んだみたい。だから。はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ダメスキダン電子企画アニメ役学研究室 YouTube パーソナリティの電子企画です。はい、ということで、冒頭ね、くだらないことをやりましたけど、劇場版レビュースターライト見ました。イエイ。まあ見ましたというかね、もうポッドキャストの方にはね、感想を上げてるんですけれど、いやー、面白かったね、これ。めちゃくちゃ面白かったですね。思わずね、もう見てる途中で、ああ、もう一回見て、これって思いましたね。いやー、やばい。いや、侮ってた。侮ってましたね、見に行くまで。これ見に行った日に、まあ朝から夜間行って、FGO を見て、映画大好きポンポさん見て、最後これだったんですよ。で、2本見た後、お尻痛くなくて元気だったら見よっかな、ぐらいの1時にしてたんですけど、いやー、見てよかった。本当に良かったですね。もう完全に侮ってました。テレビシリーズは見てたんですよ。で、それ以降、まあ、総集再生版3編でしたっけ？総集編とか、ロンドロンドロンドとかなんかあるのは知ってたんですけど、まあ見てなくて、いやー、久々にスターライト、まあ、どうなんやろう、新作らしいから見るかーって見に行ったんですけど、いやー、度肝抜かれましたね。もう完全になんかブシロードの宣伝アニメでしょっていう感じで、完全に侮ってましたね。やばい。何これっていう本当にね、見に行った人が見に行ったらこれで、まあ内容を期待したのがラブライブみたいなやつで、で実際見てみて得たのが新エヴァンゲリオンだったみたいな、本当にそんな感じで、なんでしょうね、マールピングドラムと少女革命ウテナとエヴァンゲリオンを入れてミキシングしましたみたいな、そんな感じをね、はぁっていう。いや、もともとね、もともとテレビシリーズからキリンが出てきてわかりますとか言ってるのがはぁっていう感じではあったし、不思議な感覚はもともと持ってた作品だったけど、いやー、劇場版はちょっとエグかったですね。めちゃくちゃ面白かったので、本当にまだ見てない人、特にレビュースターライトのテレビシリーズを見たことがあって、まだ映画なんか話題やけど、どうなんやろうとか思ってる人は、絶対に見に行ってほしい。そんな出来でしたね。で、今回はね、パンフレットに書かれている通り、テレビシリーズね、この主人公の愛情カレンがあまりにも主人公前としすぎてて、で、愛情カレンが深掘りできてなかったので、愛情カレンの話を深掘りしながら、他の、舞台少女たちが、どのように成長して、高校からね、卒業していくのかっていうのが、まあ、彼女たちの成長と卒業とね、羽ばたいていくっていうのがテーマなんだけど、もっと爽やかに描けんかねみたいな。皆殺しのレビューから始まるってどういうことだよみたいなね。いやー、面白かったね。まひるちゃんのレビューがすごい良かった。あれがすごい好きでね。いや、もちろんね、皆殺しのレビューも、恨みのレビューも、なんだっけ、狩りのレビューも良かったしね。麻薬炉なんか最高でしたね。特に私たちのね、レビューが終わるのは、今までいない最高のきらめきやっけ、出した後、結果終わるんだみたいなことを言ってから作画とか演出の、ガーって盛り上がるピーク感とかは、やばかったですね。なんか、これぞ映画のアニメでしょうみたいなね。一切手を抜かない。で、あとね、で、その映像のね、何でしょう、もう、作画も演出も、色彩も、エフェクトも、背景も何もかもが完璧な中で、それに、その絵の強さに、ちゃんとこの役者さんたちが応えれるように、この18年ぐらいからしたっけ、成長した役者さんたちの演技も素晴らしかったし、いやー、すごいね。本当に集大成でしたね。下手になんかこう、CD 買ってねとか、ライブあるから見に来てね、この映画見た後みたいになってないところが良かった。だからこそ、久々にこのゲームのスタリラをね、久々に起動しましたよ。ちょっともう最近全然ね、ゲームやってなかったので。やっぱ面白い作品見ると、その作品にね、いろんな他のコンテンツに帰ってくるなっての本当に思い知らされた、すごいいい作品でした。いやー、ダイバナナ良かったね。もう皆殺しのレビューの音楽のね、こう足をタン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 ってやるとこ、ほんと好き。あれ見た瞬間、あー、これ作品もう一回見なきゃ、みたいなね。いや、本当にね、強いお酒を飲んだ感じになりましたね。はい。ちょっとね、YouTube で撮ってなかったので、ね、あまりにも素晴らしい作品があったのでね、ちょっと久々に撮ってみました。本当ね、見てない人、ぜひ見てみてください。本当にね、よかった。これはね、本当にね、
今すぐに1000円握りしめて映画館行ってくれって言える本当にいい作品でした。まだね、あのテレビシリーズを見てない人は、まあテレビシリーズ見てなくても楽しめると思うんですけれど、やっぱりね、見てない人が見に行った感想として、なんでね大バナナがね強いのかっていう理由がなんか全然分かんなかったっていう感想もあったので、できればテレビシリーズ見てこれを見に行っていただければいいなと思います。あの間をね、総集編とか、新しいあのちょっと手直しした総集編とか、ロンドロンドロンド、あれ総集編なのかな、ちょっと分かってない、見てないんで分かってないんですけど、見てなくてもテレビシリーズ見てこれに飛んだ私でも十分楽しめたので、ぜひ見ていただければなと思います。これはすごい、これは本当すごいです。今年これ超えるの出んのかな、出ない気がするんですよ。本当にすごいんで、ぜひ見てください。もうわけわかんないのを永遠見させられてる。わけわかんないって失礼な言い方だけど。でもね、面白かった。これはすごかった。そんな作品でした。これはね、円盤買う。これは見たい。思わず終わったと CD 探したもん。皆殺しのレビュー聞きたくて。まだね、出てないんですよ。買う。はい。ということで今回は劇場版。少女怪奇レビュースターライトの感想でした。ぜひみんな見てみてください。そして、ちょっと杖を先に読みましょう。バイバイ。